皆さんこんばんは。こちらはチェコの南部、オーストリア、そしてスロバキアとの国境に近いブゼツラフという駅です。ただいま時刻は23時15分、こちらに停まっております普通列車に乗ってブルノーからやってきたところです。でチェコではですね、このブゼツラフの駅とそれから北のポーランドとの国境のボフミンという駅で夜中に夜行列車、寝台列車の入れ替え作業が行われますので、その様子をこちらの動画ではご紹介していこうと思います。で今この画面に映っているのはオーストリアからのベルリン行き、ウィーン発ベルリン行きで、向こうに止まっている列車はですね、ポーランドの客車が映っていますけど、ブダペスト発の列車ということになります。それではこのブゼツラフの駅でのこの列車の入れ替え作業の様子をご紹介しておきますが、最初にまずこの駅に23時1分にブダペストからの編成が到着をします。でこの編成を見ますと、最初に一番前寄りからワルシャワ行き、ベルリン行き、プラハ行き、そしてブゼツラフ止まりというふうになっています。でこれ一つの部分はですね、客車が3両とか4両あるいは1両だけのこともありますけど、その行き先別にこう分かれているということになります。で23時7分にですね、ウィーンからの列車がこのように到着をします。そして最初にこのブダペスト発のプラハ行き、これはここで切り離されて6時間ぐらい停泊してですね、プラハ行きの特急の始発列車にぶら下がっていくことになります。でこのブゼツラフ行きもここで切り離しということで、この2つの部分をまず切り離します。続きましてこのブダペストからの機関車を取り除いた後に、このウィーン発のショパン号のですね、このワルシャワ行きの編成だけをこちらに移動します。そして最後にこの3つの部分ですね、これをまとめてこのウィーン発ベルリン行きにくっつけるということで、こうしますとワルシャワ行きとベルリン行きの2つの部分にこう分かれて綺麗な編成になるということですね。でこの状態でこのブゼツラフを出発してボフミンまで走りまして、ボフミンでこのワルシャワ行きとベルリン行きに再度分割されるということになります。続きまして地図でご紹介しますけれど、最初にこのブダペストからの編成がブゼツラフに到着して、さらにウィーンからの編成がやってきます。そしてブダペスト発プラハ行きの車両を切り離しまして、ワルシャワベルリン行きの列車がボフミンまで走っていきます。でボフミンでプラハからのワルシャワ行きの寝台車を連結してワルシャワ行きが出発します。さらにベルリン行きの残ったベルリン行きの車両はですね、ベルリンまで運転していくと、このような運転系統になっています。で今向こうから推進運転で入ってきますのが、さっきのブダペスト発のワルシャワベルリン行きの編成にこのウィーン発ワルシャワ行きの編成を連結したものですね。それが今こちらのさっき向こうの、反対側のホームに止まってたんですけど、こちらに転線していきました。でこれからさっき私が撮影しました3両編成ですね、ウィーン発ベルリン行きの編成に連結しようとしているところです。でこれで特急ショパン号ということになりまして、この先チェコ国内をプラハの方には行かないんですけどね、プラハには寄らずにボフミンというポーランドとの国境の駅まで運転していくということになります。でそのボフミンの駅でまた切り離しをしまして、ベルリン行きとワルシャワ行きに分かれるという、そういう運転を行っています。でこの時期ですね、これ夏の2021年の夏の終わり頃だったんですけれど、コロナウイルスの関係で夜行列車は走ってはいたんですが、車両の数が減らされていまして、特にこのブダペストからベルリン行きはこの座席車1両だけということになって、寝台も簡易寝台車もついていないという、この日はそういう編成になっていました。この列車の編成ですね、後ろからご紹介しますが、こちらがウィーン発、ベルリン行きの座席車、オーストリア鉄道の車両です。でこちらがですね、ナイトジェットの車両ですけど、これがウィーンからベルリンまでの簡易寝台車クシェットですね。でその前につながっているのがウィーン・ベルリンの寝台車です。ジーメンスの最新型の寝台車になります。でこちらがブダペスト発のベルリン行きの座席車。でブダペスト・ベルリンはですね、この日はこれ1両だけ、座席車1両だけの運転になっていました。でこれハンガリーの車両ですね。でその前はこちらポーランドの車両ですけれど、ブダペスト発のワルシャワ行きの座席車です。でその前が、ブダペスト発ワルシャワ行きの寝台車、ポーランド鉄道の寝台車、最新型の寝台車で、これ非常に快適な車両です。私も一回プラハに乗り入れてきた時に乗ったことあったんですけどね。でその前がこちらがですね、ブダペストベルリンの座席車ですね、またポーランド鉄道の客車で、こちらがブダペストベルリンの寝台車という編成になっています。でその前ですけど、こちら電気機関車ですね。でこれが本来の牽引機関車なんですが、362型という硬直両用の電気機関車ですが、本日はこちらにディーゼル機関車が1両連結されています。でこれはですね、この直前にこのモラビア地方で非常に大規模な竜巻の被害がありまして、で鉄道はこの日すでに復旧していたんですけれど、架線がまだ復旧していないということでですね、で一部の区間ですね、この電気が通っていないところがありますので、その区間だけディーゼル機関車で牽引していくということになっています。電気機関車の前にディーゼルがついて、
その架線が故障している区間を通り抜けて、その先で切り離してですね、この本来の電気機関車の牽引に戻るという、そういう運転をこの当時行っていました。それではですね、私もこの列車に乗ってポーランドとの国境のボフミンまで行こうと思います。これ寝台車はもちろん予約しなければ乗れないんですけれど、座席車については、予約が入っていない席はすべて自由席ということになっています。夜行列車は結構列車によっては全席指定で、指定券がないと座席車も乗れないというケースが結構あるんですけど、この列車に関しては、この座席車でしたら予約の入っていない席は乗車券だけで乗車できるということになっています。でこちらポーランドの新型の二等客車ですね、ここに空いているコンパートメントがありましたので、これに乗って、ボフミンの駅までですね、行こうと思います。でこれ新型の車両なんでね、座席が一応リクライニングするんですけど、その角度は非常に浅いですね。こう引き出してみますけど、この程度しか倒れません。ではこれに乗ってね、ボフミンまで旅行しようと思います。所要時間は1時間50分程度です。発車までまだあと5分ぐらいあるんで、コーヒー買ってきたかったんですけど、多分これね、空いてるコンパートメント他に多分ないと思うんで、他の人に取られちゃっていけないんで、コーヒーは諦めますね。ボフミンで飲めばいいということで、ここに座っていこうと思います。定刻23時50分にブレツラフの駅を出発していきます。でこの列車はこの先、北の方、プラハの方へ向かわないで、北東の方ですね、北東の方へ進みまして、チェコの東の端にある大きな町、チェコで3番目に大きいオストラバという町がありますけど、そこを経由しまして、そのすぐ先にあるボフミンという駅で再び長時間の停車をして、編成の切り離し、そしてプラハからやってきますワルシャワ行きの直通寝台車の連結などを行います。でこのディーゼル機関車が今引いてるんですけれど、この車内に照明はもちろんバッテリーで賄ってんでついてるんですけれど、この冷房とそれからこの電気機器の充電コンセントですね、こちらはスイッチがオフになっています。おそらくこれは機関車から電源を供給しないと作動させることができないようになってるんですけれど、電気機関車じゃなくてディーゼル機関車で牽引する区間はおそらく短いんでしょう。で短いからその接続をこうしていないというような感じですね、どうもね。で今この走ってるこの路線ですけれど、チェコの中でも非常に線形のいい区間でして、ほとんど直線ですね。で列車の最高速度も160キロで、技術的にはおそらく出そうとも200キロまで出せる区間じゃないかと思うんですけど、法律上の問題とか信号 のシステムとかそういうのが対応してませんから、もちろん出ないんですけれど、非常に線形のいい区間ではあります。でオーストリアからポーランド方面ですね、オーストリア、ハンガリーからポーランド方面へ向かう列車、貨物列車等もこう頻繁に走っている路線です。だんだんこう明かりが見えてきましたが、もう間もなく多分ホドニンという駅に到着するところだと思います。でこれはこの沿線では、この沿線にはそんなに大きな町はないんですけれど、ちょっとした町がここにはあります。でこのホドニンというところは前回のその竜巻でですね、非常に大きな被害を受けたというふうに報道されていた町なんですけれど、現在はご覧の通り鉄道もちゃんと開通しています。で鉄道の沿線からはですね、夜暗いということもありまして、その被災地の様子とは伺えないんですけどね、特にこの貨物列車はなんかこう大量に止まってますね。おそらくこの電化の関係で輸送が滞ってしまって待たされているんじゃないかなというふうに思いますけどね。通常ここにこんなに貨物列車が集中しているということは通常ですとあまりありませんね。こちらがそのボフミンじゃなくて、あとホドニンですね。ホドニンの駅舎です。駅舎かな、駅舎はこの先か。まもなくホドニンの駅を通過するところですね。向こうにまたディーゼル機関車が止まってますね。あれ、これ停車するのかな？なんか止まりそうな感じですね。もしかしたらここでディーゼル機関車を切り離すのかもわかりませんね。通常この列車はですね、ここの駅は通過でずっとオストラバまでノンストップで1時間50分走り続けるはずなんですけれど、ここで止まりますね。止まってここでおそらくディーゼル機関車を切り離すんじゃないかと思います。でここは結構大きな被害を竜巻で受けたという話ですけれど、駅舎そのものは全然無傷だったような感じですね。冷房が起動しましたね。充電も始まりましたね。
ということで、やっぱりここでディーゼル機関車を切り離して、ここから先は電気機関車で行くということですね。ということは、ここまでの間が被災地だったということですね。ホドニンの駅を出発していきます。でここはもちろん通過駅で、時刻表上も通過のマークになってますから、定刻がいく何時かということはもちろんわからないんですけれど、さっきタブレットの時計がちらっと映りまして、0時12分というふうに表示してましたね。ブレスラフ出発してから20分程度が経過して、これまあしばらく5分ぐらい止まったので、それからまた5分ということですけどね。ここから先はね、ディーゼル機関車を切り離して電気機関車ということになります。ちょっと車内でうとうとしていまして、時間が飛んでしまいましたけれど、もう間もなくボフミンに到着するところです。右の方にレギオジェット、プラハからこの東の、チェコの東部を結んでいる列車の編成が見えます。こちらがそのボフミンの駅です。私はここで下車をするということになりますけれど、ご覧いただきますと、ここで連結、切り離しの作業を行ってますね。この左の方が、ワルシャワ行き、右の方がベルリン行きの編成ということになります。あ、30分遅れになってますね、このベルリン行きの列車ね。2時15分発予定ですけど、でこれ今その切り離した列車をですね、小向こうに移動しているところですね。でこの赤い機関車に引かれた列車ですが、これプラハからスロバキアへ直通する寝台特急スロバキア号というやつですね。でこの左側がさっきのワルシャワ駅の特急列車ですね。でこちらがこのボフミンの駅の内部の様子です。結構古い建物なんですけれど、きれいに改装されてて、なかなか気持ちのいい駅ですね。昔よく寝台列車の乗務員をやってたことがあって、さっきの寝台列車に私乗務してたことあるんですけれど、でその時にここで時間長い間止まるので、よくこの駅にですね、いろいろ用事があって来た思い出があります。だからこちらのビストロね、これ今閉まってますけど、本来だとこれ24時間営業で、今多分コロナの影響で閉まってると思うんですけれど、で、ここでよくね、買い物した覚えがありますね。で、こちらに一路ポツンと止まっているこの寝台車はですね、ワルシャワ発のプラハ行きという寝台車です。で、ここに到着して切り離されて、プラハ行きの列車を待っているところですね。でこちらの一番後ろに止まっている寝台車は、さっきと同じ形のものですけど、これプラハ発のワルシャワ行きです。でさっきブレツラフから私が乗ってきた列車にこの連結されたところですね。でさらにこのボフミン始発のこの座席車ですね、これがあります。でこの列車はですね、夜行列車なんですけれど、ポーランドの国内ではポーランドの始発列車として使われるということで、ここからその座席車が増結されています。でこれがさっき私が乗ってきたブダペスト発のワルシャワ行きという車両ですね。でこの後ろを見ますと、この向こう側ですね、これはベルリン行き、ウィーンとブダペストからのベルリン行きの列車です。でこちらのこの編成がですね、ワルシャワからやってきた ブダペストウィーン行きの列車ですね。これどういうわけか、この線に点線されて置かれてるんですよね。でこの列車は逆にそのワルシャワに行く列車ですね。でこちら今左のさっきのワルシャワ発ブダペスト行き、こちらの列車ですね。この列車の駅名表をちらっとご覧に入れましたけど、あそこね、連結のところに人が立っててね、この列車はなんかあっち行ったりこっち行ったり言ってるんですけど、どうなってるんですかとか言われて質問されたりしましたけど、ね、でこちら今到着した列車ね、これベルリンからやってきた列車です。ベルリン発のブダペスト、それからウィーン行きですね。でこちらの駅、サボを見るとそのブダペスト行きということになってます。この座席車、これ1両だけですね。こちらもね、1両だけがウィーン行き、ブダペスト行きの座席車で、残りがウィーン行きなんですけど、これもなんか30分遅れで出発するという情報が出てますね。で今そのベルリンから引いてきた機関車を切り離しているところです。でこれからこの反対側、こちらですね、この右に今映ってるこの機関車を連結して、ブレスラフ、そしてウィーン、ブダペスト方面へ出発していくということですね。でこの一番奥に止まっている車両、列車がさっき私が乗ってきた、ブゼツラフからやってきて、ワルシャワに行く列車ですね。でこの赤い機関車がついているのが特急スロバキア号、プラハ発スロバキア行きの列車で、この一番右がウィーン、ブダペスト行き、ベルリンからの編成ですね。で今向こうから入ってきている列車、これがさっきの一番今右に映っているあの列車の向こうに、さっき留置されていたね、あの車両がこう転線してこちらに今戻ってきているところですね。これ非常にややこしいですね。でさっき図でもご紹介しましたけれどね、この列車出発するときは、始発駅を出るときはですね、まあ途中もそうなんですけど、いろんな行き先の車両がこう混ざって連結されてますので、必ず自分の行き先に合った車両を選んで乗らないとですね、寝てしまって朝起きたらとんでもないこと、どこに連れて行かれてしまうということになるわけですね。で寝台車だったらその乗務員が乗ってまして、切符をちゃんとチェックしているので、間違った車両に乗るってことはないんですけれど、座席車の場合、それをちゃんと注意しないと大変なことになってしまうということですね。
で、私実はこの列車のですね、寝台車の乗務員の仕事を昔してたことがありまして、その時に一度確かありましたね、ポーランドからプラハに行く列車に私は乗務してたんですけど、で、どうもそのね、座席車に多分乗ってたんだろうと思うんですけど、朝になってから、スロバキアの方に行きたいっていう人がですね、もうプラハ到着の直前1時間ぐらい前だったんですけどね、で、ずっと通路をこう歩いて、隣の車両からこう歩いてきてね、スロバキアのブラチスラバに何時に着くんですかとか言われたことがありまして、いや、この車両は行かないんですよって言って、時刻表でこう調べてね、どこでこう乗り換えてくださいっていう案内をしたっていう思い出がありますね。で、この連結が完了しまして、これで、このブダペスト、ウィーン行きの列車が完成ということですね。で、こちらがその機関車、これはですね、これはまたさっきの私が乗ってきたの、ウィーンから来た、ベルリン行きの列車ですね、機関車が連結されて出発の準備をしているところ、この右に見えている寝台車は、ポーランドからプラハに行くやつですね。で、このスロバキアから来てプラハに行き、寝台特急に連結されるのを待っているところですね。非常にややこしいですね、まあ、いろんな列車がこう出入りするんで、夜中にここに来ると面白いんですけどね。で、ここに今止まっているこの社運車ですね、これはプラハからスロバキアに行く寝台特急に社運車が2両ついてまして、いわゆるカートレインですね、これ結構乗ってますね、やっぱり夏だったからバイクの需要があるのか、この下の段にバイクがたくさん積まれているのがお分かりかと思いますけれど、で、これ日本でも昔ありましたけどね、この車を、あるいはバイクをこの社運車に乗せておいて、その運転手あるいはその同乗者はこちらの寝台車に寝ていくというサービスですね。で、日本では結構ね、短い期間で廃止になってしまって定着しなかったという記憶がありますけれど、ヨーロッパでは結構各地で走っています。それではですね、私はこれからですね、ここに泊まっているこのフメンネ行き、このスロバキアに行く寝台特急に乗車していこうと思いますので、この動画は、ここでですね、終了ということにしたいと思います。一応こちら列車紹介しておきますので、先頭に赤い機関車、さっきから映ってましたけど、その次にですね、スロバキア鉄道の座席車、そしてスロバキア鉄道の会員寝台車、今この映ってる車ですね、で、その後ろにプラハ、チェコ鉄道の寝台車が3両、そして社運車が2両という編成になっています。それでは皆様、本日はこの動画最後までご覧くださいましてありがとうございました。